皆さんこんにちは、毛利と申します。それでは今週も未生苗たちの様子をお届けしてまいります。まずは先週のおさらいからです。パキポディウムたちですが、植え替えて数週間が経って徐々にですけれど新しい葉っぱを出してきてくれている様子でした。ちょうど今映ってるこんな感じですね。真ん中あたりのところにまだ短いですけど新しい葉っぱたちが出てきてくれていますね。まあ、新しい葉っぱが出てきてくれたのでもう少ししたらですね、肥料を与えてあげようかなと思っています。あと少し前に撒いたですね、ペラルゴニウムミラビレですとか、あとドロステニアのハイブリッドですとか、そういった種たちもですね、芽を出してきてくれて成長をしてきてくれていました。それでは今週の様子見ていきましょう。まずは3月18日の様子からです。未生671日目と267日目の様子ですね。今映っているのが267日目の方の苗たちです。冒頭でもお話しした通り、新しい葉っぱが少しずつ出てきてくれていますね。この辺は、まあ、同じ時期くらいにだいたい撒いてるんですけど、このパキポディウムですとかオベサですとか、あとこのボンバックスとかですね、まあ、ちょこちょこ日付ずれてるのもありますけど、まあだいたい未生、そうですね、8ヶ月から9ヶ月ぐらいっていうところですかね。今映ってるこのセンナなんかもそうですね。そして下段に移って、こちらが一昨年種をまいたパキポディウムとアデニウムですね。未生671日目です。で、今映ってるモンソニアムルチフィダは去年の12月ですね、種をまいたばかりなので、まあまだ3ヶ月というところでしょうかね。この辺のケラリアピグマエアやオトンナユーホルビオイデス、オトンナレトロルサなんかは去年の11月ぐらいですかねに種をまいたものたちですね。続いて3月19日の様子です。こちらパキポディウムのエビス大国ですね。こちらパキポディウムエニグマティカムで、間にちょこちょこっと植わってる3つだけですけどあるのがパキポディウムのビスピノーサムですね。去年種をまいたパキポディウムはこの3種類です。今映ってるのはギラウミニアナとかですね。この亀甲流も1ヶ月ぐらい前に植え替えしたものですね。未生苗として購入したものです。種から私が育てたわけじゃないんですけども、ちょうど1年ちょっとぐらい前ですかね、世田谷で開催されていたボロ市という、そういうなんて言うんでしょうね、こうお祭りじゃないんですけどのがあって、そこにグランカクタスさんが出展されていて、そこで小さい亀甲流の未生苗を抜き苗で売られていたので、それを購入して育てているものですね。あ、そしてモンソニアムルチフィダのこの葉っぱの先端がなんか変色しちゃってきてたんですよね。光の量としてはそんなに強い光当ててないんで、まあ、葉焼けというわけじゃないと思うんですけども、ちょっと気になりましたね。まあ、まだちょっと様子見なのかなというところだと思ってます。続いて3月20日の様子です。去年種をまいて数週間前に植え替えをしたこのパキポディウムですとか、まあオベサとかフォエチダもそうなんですけども、ですけど、まあ、パキポディウムがやっぱ一番植え替えの影響があったかなっていう気がしますね。葉っぱの変色、そして落葉というのが一番多く見られました。次はドルステニアフォエチダもですね、植え替えをした直後は葉っぱの色がですね、すごいこう紅葉っていうんですかね、赤くなってまあ、ストレスカラー出てるんだなっていう感じですけど、まあただもう最近になっ
ったらその葉っぱの変色も治りましたし、もう葉っぱをたくさん落葉させるっていうところまではそんないかなかったので、まあ植え替えというものに対してパキポディウムよりかは耐性といいますか、まあ、強さがあったのかなというふうに思ってます。あとはまあパキポディウムっていうところに関しても、エビス大黒とエニグマティカムは、まあ、葉っぱポロポロ落としちゃったりっていうところがあったんですけど、ビスピノーサムはあんまそういう影響を受けなかったですね。葉っぱの変色と枯れ、そして落葉っていうのがあんまりなかったんで、まあ、同じパキポディウムでもこうマダガスカル島に住んでるのと南アフリカの方に住んでるので結構種類というか、まあ、体勢が違うのかなというふうに思いましたね。耐寒性とかもこうマダガスカル島に住んでるやつらよりも南アフリカに住んでる方の方が耐寒性が強かったりするので、まあ、そういったもともといる場所の環境の違いっていうので強さが少し変わってるのかなという気がしますね。まあ、南アフリカの方にいるちょっと強めのパキポディウムっていうのだとビスピノーサムですとか、あとはサキュレンタムなんかが代表的かなと思いますね。まあ、なのでビスピノーサムとかサキュレンタムっていうのは割と寒い時期になっても外で管理できたりというふうなのが言われてたりしますね。続いて3月22日の様子です。この辺のエビス大黒はもう徐々に新しい葉っぱを出してきてくれてる苗が多くなりましたね。エニグマティカムの方がちょっと出遅れてるかなという感じがします。まあ、なのでエニグマティカムの方の苗の新しい葉っぱがたくさん出始めたら肥料を与えてあげようかなという感じですね。まあ、なのでちょっと今週この動画に映してる週ではまだ肥料をあげないで、水と、まあ、薄めの活力剤をそれを溶かして与えるだけにしておこうかなというふうな感じですね。まあ、センナも結構大きくなりましたね。本当この一鉢だけですけどやたら枝を伸ばしてきてくれてますね。こちらの音とした根をまいたパキポディウムたちはずっと小さいままだったんですが、こう室内に寒くなってから取り込んで、まあなんて言うんでしょうね、こうぬるま湯に浸かったような環境っていうんですかね、弱めの LED、 まあ大体 2,3 万ルクスぐらいで管理という風なのをずっとしていたら、まあ、割となんかずっと葉っぱとかも出してこなかったんですけど、葉っぱ出してきてくれたりして、ちょっと幹の部分もですね、開根部分ですねの部分も結構大きくなってきてくれてるかなっていう気がしますね。やっぱこう暖かい季節とか夏とかでも外よりも室内で管理してあげた方が、まあ、なんて言うんでしょうね、環境が安定していて小さなうちの苗のうちは育ちやすいのかなという気が改めてしていますね。最上段の方で管理しているフォーイチダたちもかなり葉っぱの色が緑色に戻ってきましたね。あ、そしてこれが新たに芽吹いてきているという苗たちですね。ペラルゴニウムミラビレですとか、あとドルスティニアハイブリッドですとかですね、これからどういうふうに成長していくのかなというのを楽しみにしています。このモンソニアムルチフィでもかなりもう葉っぱが生い茂ってきてくれましたね。一つだけちょっと葉っぱの数が少ないなっていう苗がありますけど、まあ、他の5つはかなりもさもさしてきてくれてますし、まあ、そもそも発芽率としても6粒巻いて6粒とも発芽というふうな感じで、まだ途中脱力もないんで、このまま無事に育っていってくれたらなというふうに思ってます。あ、そしてですね、こちらボンバックスの植え替えを行いました。もうですね、この鉢持ってみるともうパンパンギュウギュウカチカチだったんですよね。まあ、なのでちょっと植え替えようかなという感じですね。種をまいてから約9ヶ月というとこですね。273日なので、
ちょっとなかなか抜けなかったんですよね。結構この溶土もですね、表面の方の溶土ですね、表土の方が崩れてきちゃってたんですよね。まあなのでもちろんこう苗も大きくなってパンパンっていうのもあるんでしょうけど、その溶土が崩れてきてこう詰まっちゃってないかなっていうのも心配だったんで、もうこの時期に植え替えようということで抜いてみました。まあ、結構健康そうというか無事に育ってきてくれてるなという感じですね。そんでこのボンバックスたちなんですけど、ちょっと前までは葉っぱちゃんとついてたんですけど、ちょっと最近ここ数週間ぐらいでですね、葉っぱも落としてきてしまってたんですよね。まあなんでただ温度的に別に寒くなってるっていう風なわけでもないですし、以前となんか管理環境を変えたかっていうとそういうわけでもないので、むしろこれから暖かくなってくる時期で葉っぱ出してきてくれないかなっていう期待すらあったんですけど、それでも葉っぱをどんどん落としてきてしまってたんで、もう詰まりが生じてしまっているのかなと、この鉢の中でそれが原因なのかなと思って植え替えを行った感じですね。まあどれもなかなかこう詰まっちゃって抜けにくいっていうのはあったんですけど、こう結構鉢の中の方っていうんですかね、表面は土崩れちゃってたんですけど、中の方はまあ割とこのなんて言うんでしょうね、玉土状態っていうんですかね、暖流構造みたいなのはこう保ってくれていましたね。このボンバックスたちの用土ですねっていうのは、今私がこうメインで使っている開墾植物ですとか、まあ、ハオルチアもそうですけどの用土とちょっと違う配合をして、まあ、違う配合というか違う種類の土を使ってたんですよね。このボンバックスたち使ってた時の用土が赤玉土の2本線を使ってました。今は3本線を使ってるんですけど、この時たまたま3本線が切れちゃってて、でなかなか売ってなくて、ただ土が足りなくてどうしようかなっていうので2本線をたまたまこの時だけ使ったという風な感じなんですけど、まあ要は鉢の中の部分に関しては全然土は崩れてないんでまだまだ使えるなって感じだったんですけど、やっぱりこの鉢の表面っていうのは土が崩れやすいんだなというふうに思いましたね。3本線だと全然保てるんですけど、2本線だと1年ぐらい経つと表面は崩れてきてしまってましたね。そして植え替えた後がこんな感じですね。プレステラ90に入れてたのをプレステラ105に4つ中3つはしました。1つだけですね、ちょっとちっちゃめ一回り小さい苗のままのものがあったんで、それはプレステラ90に再度植えるという風な感じにしました。こちらですね、植え替えて、まあ、しばらくは様子見ですけど新しい葉っぱを出してきてくれないかなという風な期待をしています。まあ、抜いた苗の状況を見ると、まあ、割とこう根っこのとことか健康的そうだなという風な感じがしましたし、なんかこう腐ってるみたいなそんな感じは見て取れなかったので、まあ、徐々に調子を戻してきてくれることを願ってますね。まあ、これから暖かくなってくるシーズンなんで、まあ、大丈夫かなというふうには思っているんですが、この辺の冬型開墾はこれから暖かくなってくるとちょっとどうなるのかなというとこですね。私も未生でのこの夏っていうのは初めてなので様子を見ていきたいと思います。それでは今週のまとめです。ボンバックスの植え替えを行った週でした。まあ、ちょっと植え替えの際に根っこをいくつか古いやつですね取ったりというふうな整理をしたので、まあ、そういった植え替えの影響っていうのに対して強いのかどうかっていうのがちょっとまだ私育てたことないので未知数なので、今後観察が必要かなと思ってます。また新しい葉っぱですね、たくさん生い茂ってきてほしいなと
というふうなところですね。はい、それでは今週の動画は以上になります。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただきましたら励みになります。よろしくお願いします。それではありがとうございました。失礼します。